あ、ちょっと間違ったら給食のエプロンみたいな感じなんですけど、ネイル大好き。はい、これあれ今日買いましたよ。僕でこういうさ、なる感じで、うん、え、かわいすぎません？みさりんにだ。今日は何をするかって言ったら、東大門に来たんですけど、なんと一人じゃありません。けいかちゃんに会いました。やばい。そしてあんちゃんです。え、めっちゃたまたまに会いました。いや、本当空港でばったり。もともと私が乗ろうと思った飛行機にお二人さんが一緒だってで、私は違うくてあれみたいになったんですけど、会えたけん、ちょっと一緒に遊びませんみたいな感じで、そう、遊びます。そうなんです、東大門です。もう東大門ってもう夜中まで遊ぶじゃない。そうなんだよ。今日は終わりがありません。終わりがありません。遊んでいきます。はい、バイバイ。この人がなんかマスクショップに行きたいんだって。おろしの。私行ったことないです。あそこ安いらしい。いいって言いますよね。あとオリアンって足の疲れを取る、よもぎので、そうね、オリアンが10時までだから、これ先行って7時までなんか、そう、マスクショップ行って、あそこ行ってみたいです。ユニュー行ったことないの？なんか新しくなってからは行ったことなくて。だってかね、韓国のユニューって普通に三脚を立ててインスタライブしてるよ。みんな中国の方とかがインスタライブして売ってますよね。そう、なあなあなあみたいな、スッて寄せながらあの買い物しましたよ私は。じゃあニュニュも行きましょう。行きましょう。あでも安い。前こんなのなかったよ。はい、1万3000円もんだから、はい、ここでは最近1300円とか安いと思って。やばいですよね。でもなんか日本で買うのやめようと思った。え、バカらしくなりますよね、日本で買い物するのが。そうです。あ、オリアンや。オリアンで私も買いたいものある。ちょっと買おう。オリーブヤング行ってきます。なんかね、ここコロナであんまり静かになる前までは24時間というか結構ワイワイ系だったのに、今は11時までって言ったけんね、ちょっと早行こうと思って。はい、オリーブヤングで買ってきました。はい、買ってきました。ここのオリーブヤング、観光の人が多いけん品揃えめっちゃ悪くて、まあでもとりあえずなんか買いたいものとかは買えたけん、後で何買ったかとか紹介するんやけど、あんまりおすすめはせん。品揃えが悪い。人気すぎて。次行きたいと思います。てかニュニュもね、気になっとったけん、ちょっとニュニュ行こうかな。かわいい、かわいい。1000円から、1000円から。偽物かな。眉毛アート、めっちゃ綺麗。え、普通に可愛いんやけど。美味しそう。やば、めっちゃ美味しそう。甘いもん食べたい。わかるかも。ジャージャー麺で口が悪いから甘いもん食べたい。なんかすっきり系飲みたいな。シッケ飲んだことありますか？なんか韓国のお米のカスで作ったジュースみたいな。え、でも売り切れなんか。美味しいですよ普通に。シッケ甘いの？ちょい甘みたいな。サウナでみんなおばちゃんたちが飲むみたいな。コンビニらしい。シッケシッケシッケ。ね、美味しそう。ね、こんな飲みある。好きなの？大好き。めっちゃ美味しいですよね。でもあそこでなんかいろいろ売り寄るトラックみたいなやつも買ってみたい。これおばちゃんが売り寄んですよ。これ？これ。あ、待って、え、面白い。無人販売。え、これどうやってやるん？え、すごい。サラダ？え、食べ物もないじゃん。ないや、うん、飲み物だけじゃない。サンドイッチ、完食。昼間とかあるんじゃない？あるんかな。こういうことをしてるってどんだけ、ね、すごいですね。初めて見た。はい、ここはもう東大門の絶対何人でも来たことあるようなところです。もうここはマジで人気。ここはもう絶対旅行とかでコースとかに入っとる場所です。ドゥータモール。そう、ドゥータワンコラ。안녕하세요。안녕하세요。이름이뭐예요？마요예요。마요토쿠요。마요토쿠요。마요토요。かわいい。ぷよぷよぷよや。うちぽっぷりぷよ。마요。마요。이쁘해달라고。かわいいって言ってって言ってます。バイバイ。バイバイ。かわいい。かわいい。これってファッションなんですかね。いや、サメですね。ちょっと難しいな。ちょっと難しいですね。
西条人には難しいな。え、かわいい。かわいい。え、かわいい。え、待って、靴めっ、え、靴これ何これ。売ってんじゃない。かわいい。え、かわいすぎません。かわいい。え、普通に欲しいんだけど。ね、おしゃ。てか、けいかちゃんってなんであんなおしゃれなんですか。インスタ、私いつもコメントしたいんですよ。こらえる。白よ、白よ。いや、なんかキモいかなと思って毎回。でもなんかあれだよね、洋服とかは何を着たいかを1個決めたら、はい、それに合わせて何回も着替えたりとか、うん、髪型とか、マジでおしゃれだなとかで、そういうのをこう鏡を見ながら決めてるから、うん、しかも後ろの背景も毎回なんかおしゃれじゃないですか。あれ、あれどこなんですか、あれ。え、そんなことない。この辺よ、なんか表参道とか。表参道がおしゃれ。駐車場。ちょっとけいかちゃんのインスタ貼ってきます。ここです。ポン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 。ブーブーしちゃいていいね。ゆりらいブーブーブー。かわいいんやけど。かわいい。シュプリームありますよ。え、かわいい。かわいい。靴めっちゃかわいい。なんかみんな全部Gドラゴンが描いたんかなみたいな。これとかめっちゃかわいくない？ね、日本になさそうやし。誰とも被りたくないみたいな時に。なんか汚しそう。ドッグランとか行けんわ。でもこれ価格書いてないけんさ、何円ぐらいするんだろう。すげえ。ドゥータ久しぶりに来たらおもろいわ。てかもうなんか喋りすぎてリップの色ない。はい、こちらは靴のセンターに来ました。でもさ、なんか最近さ、韓国でクロックスめっちゃ流行ってるみたいな。普通に可愛いんやけど。え？ちょっとこれは難しいな。あ、ヨロブン。いますよ、NCT さん。え、かわいい。これどういうのが韓国で、こういう分厚いのが、しかもなんかめっちゃ安いらしいです、こっちで買った方が。へえ。私の大好きなヨンジさんです、ラッパー。めっちゃおもろいんですよ、この人。かわいい、かわいい。え、でもトウ&トゥ、トウ&トゥ、わかんない、タウ&トエみたいな。トエじゃないね、トゥだ。ニューバランス、かわいいやつ欲しいと思ってたけど、日本めっちゃ売り切れなかったよな。サイズありそう。あ、私防寒ゼロ持ってる。なんかちょっと戦隊ものっぽいな。かわいい。かわいいですよね、その色。持ってます？久しぶりにドゥータ来たらめっちゃおもろかったんやけど、普通に。わ、すごい。え、怖っ。え、怖っ。あれみたい。遊覧車？遊園？これ遊楽町じゃない？観覧車。あ、観覧車ね、透明のね。はい、ニュネに来ました。昔行ったことあるんやけど、新しくなってから服とかもあるんですよね。なんかこの辺はなんと卸の値段で買えるということで、業者とかが買う用のお店もあるけど、ニュネは一般の私たちのペイペイとかでも買えるよみたいな店なんだので、行ってみたいと思います。じゃん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 、行きます。だいたい5時までやるよらしい。すげー、夏休みよりな。匂いだけですか。ばあちゃん家の匂いする。え、かわいい。後ろに貼り付けるやつ。あ、つけるよ、宇宙人。宇宙人。かわいい。だから。かわいい。かわいいじゃん。え、私前来た時服とか一切なかったのに。え、かわいい。おしゃれ。え、値段はどんな感じですか。5000円、まあ普通ぐらい。5000円ぐらいです。かわいい。かわいい。付け。おいくらですか。1200円。かわいい。水っぽい。え、かわいい。あんぐらいのすぐがよくすぎると。かわいい。細っ。かわいいな、普通に。え、かわいい。どういう発想から生まれたんだろう。すごい、おしゃれ。え、かわいい。なんか最近韓国でこういうさ、なんかやつ流行ってるみたいな。え、かわいい。これ銀紙のチョコみたいで普通にかわいい。白ゾーンです。ちょっと間違ったら給食のエプロンみたいな感じなんですけど、あ、うわ、こんなん1枚で麦わらのとかで。かわいい。好きそう。これもかわいい。これ4070円。かわいい。おいしくない？これ、ね、キュウカちゃんこんなサングラスしてませんでした？してます。しかも前回の韓国で私マジ芸人みたいな。
え、かわいい。めっちゃ足長く見えそうですね。より余計に足長く。え、わ、この色大好き。え、なんてかわいいの。サーモン食べたくなるような色。黄色のが好き。あ、レモン。かわいい。ピアスか。浮いちゃうね。ほら、やっぱ最近ね、こういうの流行ったよ、韓国。ちょっと前まではこの丸々ゴツゴツが流行っとったけど、え、上の虹は虹めっちゃ可愛いワンちゃんの散歩、畑から取ってきたよ。キンキンのうんち入れに良さそう。いえ、高級。見て見て、中まで緑。ちっちゃすぎる。これ可愛い。なんかめっちゃ重いけど、ちょっとこれはバブリー。重いわ、重い。怖くない？あれバキバキ3,500円。3,050円。あれも、あいご、あいご、あいご。これ可愛い。なんか遅いっぽい。持ってるくらい遅いっぽいですよね。これあれでしょ、見てるくらい。こうやってライブで打ったりしようんですね。かわいい。え、かわいい。かわいい。なんかこのくにゃくにゃのバッグもちょっと気になるんですけど。それ流行ってますよね、韓国。かわいい。これなんか丸いの。たまります。はい。あ、ねえ、かわいい。ねえ、絶対嘘ですよ。絶対嘘。パンって売ってそう。パン売ってそう。いや。ねえ、いない子、韓国人。あ、いるいる。ね、あ、ちょっと、え、ちょっと帰れよ。変わってない？ちょっと帰れよ、絶対。あ、ほんと？ほんとじゃないよ。いいわ。でも、あ、でも、バッグも可愛い。ズボン、可愛い色が、なんかすごい。似合いそう。こういう濃い色の服似合いそう。みたいな。マーメイド。マーメイド。すごい、すごい。すごい。タイタニック乗ってそう。やろ。マジで。音楽、ここミュージックオンだから。ちょっと絶対赤ちゃん用じゃないですか。なんかギャルに落ちた。帽子もめっちゃある。これはちょっとピザの配達員さん。ピザ運んでそう。夏やけん、こういうチラッと見えるときにつけとったら怖い。なんかちっちゃいときにお菓子買ったらついてくるみたいな、あれにとる。靴ゾーンです。普通に楽そう。なんかそこら辺行くときとか。疲れたけん、グレープフルーツジュース乾杯。炭酸きつ。12時過ぎた感じしないですよね。またしろヤンキー。もっと他のタイミングなかった。びっくりした。私何もなかったように避けたけど。今からマスクショップに行きます。めっちゃマスクショップ行く気忘れとったんやけど、行ってきますとか言ったくせに全然行かんやんって思ってるかもしれんけど、いろいろ楽しすぎて今から行きます。てか韓国の人ってネオンかなって思いません？髪っぽかった。なんかほぼ認めとるみたいな感じでしたよね。何も言わんけど、何も言わんけどみたいな。私マジあの YouTuber 大好きです。 IU に似てます。なんかキンキンキンって言いそうやった。かわいいね。何しよん。日本語わかる？日本語わかる？
それでは私がずっと行ってみたかったマスクショップに行ってみたいと思います。ここは普段買えるマスクが本当に意味わからんぐらい安い原価で買えるみたいな感じらしいので行ってみたいと思います。意外と暑かも。 YouTube とかでは見たことあった。え、食べ物もあるんですか？そう、なんかお菓子とか。へえ。リングみたいな感じかな。リジュランあるのめっちゃ嬉しいんだけど。リジュランパックあったけん、パックも買った。ハビブもある。オリオンのものもう安く売りよんやね。え、すごない、化粧品まであるやん。ヒールカバー1880円だけど、普段がどれぐらいかもかな。アヌアや。え、ダルバ何これ、めっちゃ気になる。最近ちょっとダルバ好きなんよね。これ買った。え、これゴールド何だったんですか結局。でもこれイージュランプル。アンプルいいかな。え、すげえハゲ帽子みたいな。こんなあるんや。夏いいですよね。ここに流れよる選曲がエモすぎて。21。ちょさっき引っかかってこれめっちゃ人気のシリーズやな、ね、これとかも。え、1540円、安っ。安い。何これ100円。何なんやろこれ。ビタミン。なんかこれめっちゃ水分ケアにいいみたいに聞いたけん、この間ねなんか9点で買ったよね。普通に良かった。ドクターエルシアのやつ。クソ懐かしいやつ見つけた。これエチュードハウスの、なんかめっちゃ中学生ぐらいに涙袋でバズったエチュードハウスのやつなんです。めっちゃエモい。やば、懐かしい。卑猥なキーホルダー見つけた。ポロロ。BTS かわいい。なんか絆創膏持ってる女いいよね。でも怪我した時にこうしんちゃんの絆創膏とか出てきたらちょっとあったといいよね。かわいい。買ってきました。リズランのパックがめっちゃ安くあったかは分からんけど、とりあえずあった気に買いました。で、今日はこんな感じで東大門を遊んだんですけど、どうだったかでしょうか。けいがちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ほんとみずちゃんのおかげで、ほんと頼りになる。いやもう2人とも疲れすぎて、もうなんか足が足じゃないみたいな。ボロボロなんで、ボロボロなんで、今日はみんなでボロボロな夜を迎えたいと思います。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。以上、ミスでした。バイバーイ。